にちは、シロです。今回の動画はショート動画であげたこのタラコの増水をどうにかします。まあ、どうにかするって言ってもこのねちょっとトマトジュースを入れてみました。さあどうかね、これね。あれ、そういえば今日白い服だちょっと離れてやろうねそれから卵、卵じゃない、わかめをふやかして、なんで卵ちょっとサラダにしようと思います。水菜とわかめのサラダ、うまいタレとね酢入れるだけでいい感じのドレッシングになるんだよ。こっちもいい感じ、チーズにそれからパセリ、うん、美味しそう。ちょっと初めての試みだけど美味しいんかな。たらことトマト、ちょっと未知だけど楽しみ。今日は雑炊にトマトジュース入れたんだけど見えないうぇっ、ダメな、いつもピント合わないね。それから水菜とわかめのサラダ、ちょっとスープのサラわかめをねここで何水入れてふわってねこう生き返らせたから、この皿使ったからスープみたいなお皿だけど、うん、サラダ、スープはないいただきます。いや、ウケる。水飲むか。いや、白い服着てんの忘れてたちょっと料理してる時怖かったね。うわはー、これね、たらこの雑炊、もうショート動画で上がったかな。たらこのね、雑炊に入れたトマトジュースを入れました。どうかね、ちょっと初めてやってみたんや。いただきます。うん。たらこの味は遠くなったね。うんまーではないかも。ないよ。喧嘩はしてないけど。え？なんか、トマトの味。飲み込み終わったら、頑張ると、たらこの味するなーって感じかな。これもうやらない。まあ、トマトジュースじゃなきゃ、なんか普通に汁足せばよかったかなー。これ。多分わかんない人に一口あげて、どうぞって食べさせたら、わ、トマトの雑炊って言って食べて終わりだと思う。あれ、このつぶつぶなんだろうなーって見て、なんかもう一回食べて、いや、実はそれタラコなんだよって話したら、ああ、これタラコ。確かに、ほのかに感じるかな。って感じになりそう。もう、失敗。でも、まあ、普通に美味しい。まあ、適当にやんなきゃよかった。しかもトマトジュース余ってるし。どうしようあれ。パスタでも作るか。サラダ食べよう。ドレッシングはね、うまいタレと酢だけ。よく混ぜようしたから。よいしょ。箸にすればよかったな。なんかちっちゃいフォークでいいやと思っちゃって。ちっちゃいフォークにした。あ、でもうまくさせるわ。いただきまーす。いいドレッシング。こっちの勝利。
サラダが勝つってどういうこと？たらことトマトってダメだったな。もう初めて食べてん。悔しい。まあ、自信持って。それぞれはそれぞれで美味しいから。うん。普通だ。さて、今日の四郎の独り言は何ですか？結構このね、好きなの、このコーナー。私が好きってどういうことって感じだけど、続いてます、好きだから。はい、なんか違うんだよ。なんか違ったね。なんだろう、なんかこの字もなんか違う気がするけど。なんか違う、なんだろう、なんだろう。ごきげんよう。